量もそうですけど本当にスピードの変化ですよね、はい、相手のコントロールが少しでも大きくなればスピードを変えてボールに触りに行くっていうね。こぼれた、こぼれ球、大石1点返した金沢。久しぶりにこの男が得点です。大石竜平今シーズン初ゴール。ボールは保持しててここでねちょっとミスが起こったと思ったんですけどこのエアポケットにね生まれましたよね。こう一瞬時間が止まったかのようにこうボールがこぼれてたところを見逃さず思い切って振っていきましたよね。足をねクロスを上げれたらまた中でチャンスになったでしょうし、はい、さあ後半1本目のコーナーキック島田がインスイングのボールを入れていきます。稲葉には安田がついていますね。サイズ的にはちょっとミスマッチ。それから庄司には小林がついているんですね。ヘディング、追いつきました。金沢最後は叩き込んだ松田。57分金沢同点1対1。少しね、確かにミスマッチがありながらも最終的に、まあ、後ろから入ってきた、はい、まあ、鈴木大輔選手の前ですね。松田選手のジャンプ力高かったですね、ほぼフリーで入ってきて、はい、鈴木大輔の前で当てました。